春陽館は、かつて存在した、日本の映画館である。1930年4月、大阪府千南郡、春木町に開館した。第二次世界大戦後はいち早く復興し、多くの日本映画、輸入映画を上映した。1962年に閉館した。中条リーチの小説、エンちゃん岸和田順序を暴れ恋、等に登場する、映画館である。 岸和田市全図の北部分抜粋。春木川の北側に泉宝石株式会社工場があり、地図の中心を縦に走る道路が紀州街道。道館はこの6年後、道工場から見て街道の反対側に開館する。地図作成当時、春木地区は仙南郡北鴨モ村に属していた。1930年4月、大阪府仙南郡、春木町に開館した。 開館当時の岸和田市内の映画館は、南館京南側の魚屋町にあった朝日座、境町の岸和田館、北町の電気館、下助町の吉野クラブの4館が存在した。1935年1月には、道市内北町に山村劇場、1939年2月には、本町に岸和田東方映画劇場が開館している。開館当時の同館の経営者、 観客定員数、工業系統等は不明である。道館は、紀州街道を北西に入った路地にあり、道街道の東側には、泉宝石の工場があって、その労働者を背景に立地していた。また、春木川の南側には、大阪洋業岸和田文工場、岸和田宝石社宅も存在し、多くの人々の労働と生活の地であった。道館は、南海鉄道の春木駅からは、 1>, 1キロメートルほど西に離れていた。1942年には第二次世界大戦による戦時統制が敷かれ、日本における全ての映画が同年2月1日に設立された社団法人映画配給者の配給になり、全ての映画館が暮系、白系の2系統に組み入れられるが、同年発行の映画年間昭和17年版には、 同館の工業系統については記載されていない。同書に売れば、当時の同館の経営者は、小南捨て三郎、支配人は、藤井松太郎と記載されており、観客定員数の記載はない。同年4月1日、同館が一致した、春木町は、合併して、岸和田市になった。翌百四十三年発行の映画年間昭和十八年版には、同館の経営者として、 藤沢武也の名が記されており、観客定員数は405名であったとされる。藤沢武也は、戦後、大阪市、大正区の大運協映画劇場の支配人を務めた人物である。戦後はいち早く復興しており、1950年に発行された映画年間1952は、同市内の欄に、大英の三番館である、岸和田館、松竹の二番館である、 第二電気館、東方の三番館と洋画を上映した、山村劇場、洋画系の岸和田セントラル、東方の三番館であり、ヨーロッパ映画も上映した、岸和田東方劇場、そして、同館の六館が記載されている。同書に売れば、当時の同館の経営者は、夜明け富士1、観客定員数は360名、工業系統は東方、大英の二番館である。 翌1951年に発行された映画年間1951では、同館の経営者は変わらないが、観客定員数は399名に増加、工業系統は東方、新東方の3番館に変わっている。1955年当時の同館は、夜明け富士一が支配人を兼ねた個人経営であり、工業系統は小築大英であったが、 翌1956年以降は、日本映画の他に輸入映画も上映する映画館になっていた。中条リーチの小説、エンちゃん岸和田純情暴れ恋には、春陽館という街外れの映画館として同館が登場し、レンガ状のでこぼこ道からアスファルトの道に出て、奇襲街道を右折と奇襲街道を南下するルートでの同館への経路が描写されている。同作は、 中条自身の母をモデルにした物語であり、1957年に同館の存在した岸和田市春樹に生まれた中条が、自らの生まれる以前の同館近辺の世界を描いたものである。同年には、山村劇場が岸和田東映劇場と改称して、東映への契約風切り館となり、同年4月24日には、梶屋町の繁華街に岸和田大映が開館し、 大英二番館として工業を開始している。これによって同市内の映画館は合計9館の時代を迎える。1959年には同館は夜明け富士一から向井勝目に売却され、その後は経営者と支配人を向井が兼ね、工業系統は日本映画各社のカバン戦に変わった。同市内の旧館体制のピークは短く、1961年には 山大劇場が、翌1962年には、岸和田東方映画劇場、吉野クラブと共に、同館も閉館している。同館を含めた4館の閉館によって、同市内の映画館はわずか5館に減ってしまった。同館の跡地は、Google ストリートビューによれば、2009年7月現在、月決め駐車場である。ありがとうございます。